さあ今週も始まりました仮面女子会、今日もどんなか爆弾投下されるのか楽しみです。さあまずは1人目の仮面女子メンバー登場。仮面女子のお笑い担当、ドサンコ芸人ではなくドサンコアイドル、森カノン。彼女のことをアイドルと一言で言い切ってしまっていいのか、笑いとともにバッサバッサとお題を切り裂き、視聴者を翻弄するパワープレイが持ち味。頭の回転の差とアイドル魂で女子会トークを引っ張っていってもらいましょう。仮面女子アリス10番所属の元気印森カノンです。仮面女子のブレイン、世界でただ一人の現役東大生アイドル、桜ゆき。勉強のしすぎで最近は少々テンションが壊れ気味という評判も。今日も変なテンションが女子会トークで炸裂なるか。現役東大生アイドル桜ゆきです。今日も女子会トークを引っ張っていきますよ。自分に自信がないのか、いつもうつむきがちなマイペースアイドル伊藤美優。アイドルなのにそんなんじゃダメダメ、私服も毎日ジャージな女子力の序の字もない女の子。そんな彼女が女子会トークなんかできるのか、おどおどしているところにも注目。仮面女子アーマーガールズの現役高校生17歳の伊藤美優です。頑張っていっぱい喋ります。仮面女子の元気っ子担当、川村奈々香。まだまだ若い10代の勢いは止まることを知らない。やれと言われればできないことなどこの世にない、怖いもの知らずの川村奈々香。果たしてどこまで飛ばしてくれるのだろうか。パワー全開でいってもらいましょう。仮面女子アリス10番の川村奈々香です。今日も元気いっぱいいきます。周りからよく赤ちゃんみたいと言われている天城潤。喋り方も赤ちゃんみたい、そして童顔なのにアリスの中でもトップレベルの大人なボディ。童顔1カップで脳殺されてしまいそうだけど、女子会トーク引っ張っていってもらいましょう。仮面女子アーマーガールズの天城潤です。めっちゃハイパーテンションで盛り上げていくぞ。今週も始まりました仮面女子会。視聴者の皆さん、お待たせ。仮面女子会なんか知らないよもうっていう皆さんに説明をどうぞ。この番組は音楽、ファッション、バラエティがミックスされた番組です。制作側は仮面女子会のただの女子会トークじゃなくて、私たちのめちゃくちゃぶっちゃけたトークを期待しているそうです。そうそう、サブタイトルにもあります、地下アイドルの本音っていうところが見どころなんですよ。おう、じゃあ見せちゃいましょう私たちの本音。それでは30分間たっぷりとお楽しみください。いけたー、やったどうかって言って思ってるけど、はい、ミュウちゃんは
海プールあるあるで奇病を使って休んでたとかそういう系です。かわいいね。ちょうど夏だしね。そうですね。ブレーキはもう気になるものということで、はい、本当に何でもいいんですけど、うん、最近ニュースで見て行きたいなっていうところとか、これ見に行きたいとか、うん、そういうのがあったら多分ね、視聴者のみんなが見てこれからお出かけに行くんじゃないかなと。なるほど。じゃあ今週はどのテーマにする？じゃあせーので指さすみんなで、はい、OK？ 決めた、うん、せーの、じゃん。あ、これ中学生時代。一番多い、はい、一番多い。じゃあ先週に引き続き、はい、今週は中学生時代についてお話ししていきたいと思います。イエーイ。じゃあまずはね、テーマを聞いて、かのんちゃんが、うん、私は先週はね、あの小学校の話したんだけど、小学校がね、持ちたんだよね。小学生おしゃれなまま結構嫌われてたんだけど、女の子に、うんうん、中学生に入ってからお友達もできて、うん、なぜか小学生の時仲が良くなかった子とも仲が良くなって、うん、妖怪、そう、復縁みたいな、うん、友達と、うん、で、友達がいっぱいいた、ちゃんと中学生、うん、でも、髪の毛を染めてしまったり、あ、スカートがちょっと短かったり、うん、で、ちょっと怒られたりとか、上からは、そうなの。でも、私小学校でテニスやってて、公式テニス部に入りたかったんだけど、うん、公式テニス部がなくてソフトテニスしかなかったの、はい、だから仕方なくソフトテニスに入ろうかと思いきや、うん、1個上にすごい仲のいい先輩がいて、バスケ部に通わされてバスケ部に入ったから、できるんですか？できるよ。バスケに明け暮れた突発で、髪染めて、髪短い。あの夏休みの間とかでは、でもスカートの短いのは、うん、だって嫌なんだもん、スカート長い。私、ユキの妹が、もうバスケバリバリやってて、うん、もうショートカット、もう邪魔だからショートカットにして、うん、もう常にジャージみたいな感じで、うん、本当に超本格的なバスケ少女だったから。あ、そんなね、あのね、可愛いバスケ部だった、私ちゃんと。可愛い。可愛い。ちゃんの妹が可愛くないみたいな。でも可愛い部活ってある？可愛い部活だった。その学校によってこのまま可愛いみたいな、うん、あります、ね、中学の部活はなんか、うん、バトントワーニングで、いいな。バトン兼ダンス部みたいな感じで、いつもラジカセをポンって置いて、うん、みんなで外でなんか校庭みたいなのとか曲聴きながら踊ったりしてるだけでした。へえ。なんか体育祭とかではなんかその全校生徒の行進の先頭で、うん、みんなこのポンポンとかバトンで行進して、うん、モテそう、いかにも、うん、かわいい子が集まりそう。結構なんかイケてる系女子が入ってる。イケてる系ね、純ちゃんも。純ちゃんもリーダーで。キャプテン、やっぱり番長。イケてる番長。イケてました、番長。純ちゃんは髪とか染めたりはしてなかった？髪は染めてなかったです。でもなんか、一回なんか純ちゃんの昔の写真みたいなので、すっごいギャルみたいな。同じくそのなんか休み中なので。ね、夏休み中はね、はい、スキボーだよ。学校で、ね、黒髪でツインテールとか。でもなんかスカートが短いって言われて、先輩に呼び出されたこととか。みゆちゃんは？私なんか呼び出されるとかめっちゃ無縁な、やっぱり小学生から引き続き地味な感じで。そうなの？中学生の時も。もう本当にジュンさんみたいなイケイケ女子がすごい苦手で、本当にクラスで。なんか本当に忘れられることとか多々あって、手紙とか回ってこないんですよね、連絡網とか。だから、でもしかも先生からも印象薄いんで、なんかもう成績つけるときとか、多分この子どうだったっけってなってたから、ほとんどいい感じの評価で、そのおかげでいい高校もすごいね。全然印象が違う。ななかは、バレーボールを小学校からやってて、でそのまま中学校でもバレーボールでやって、もう1年生の頃からレギュラーで、すごくない？1年生の頃。そうなんですよ。でもう部長とかキャプテンもやって、でも結構うるさい系先輩だった。口うるさかった？口うるさかった。後からなんか妹が今バレーボール部に入ってるんですけど、奈々子先輩怖いイメージがあるんだけどみたいなのを妹から聞いて、あ、やっぱ言い過ぎてたんだなって。そう。この病院はアリスクリニック、私たちアイドルのための病院です。いつもキラキラと輝くアイドルにはアイドルの悩みがあり、その悩みを解決させてあげるのが私たちのお仕事。でもアイドルとしての意識、アイドル質はみんなそれぞれ。私たちの生きている世界は華やかだけど、生き残れ
イドルの神にアイドルとして認められなかった時、恐ろしい罰ゲームが待っています。今日もここに夢と悩みを持ったアイドルがやってきます。おひなこ、アメリカンになりますよね。はい。おう、ジェスチャーをするので、人の気持ちが分かる、心が分かっていれば当てられるでしょ。なるほど、はい、はい、ちょっと、それをね、やってもらいましょう。いきます。なんだ分かります？3、2、1、はい、もう、はい、答えを、何でしょう、今のは新人モデル。はい、答えは斉藤祐介さんです。あえ、ごめん、何が何でどうやって俺だったの。なんか、こういう、俺こうやってるけど、ひなこがやったらどれにしようかなって考えた部分もね、考えたでしょ、はい、その考えたのも含めてちょっと、はい、では、のどかちゃんをアイドルとして認めるか、神様判定をお願いします。それでは、判定どうぞ。じゃーん。ってことはこれ治療が必要ですね。ひなこちゃんが見れたので、ひなこなんだ、のどかちゃんじゃなくて、のどかちゃんに飲んでもらおうよ。え、なんか色変じゃないですか。薬だからね。え、ちょっと待って、このコップ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだって。え、じゃあ、治療なのにいただきたいと思います。はい、じゃあ、ボクボク言っちゃってください。カンカン見ててね。はい、一気で。なんちゃん、一気だって。なんちゃん、頑張って。大丈夫、逃げちゃダメだ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 、本番中だぞ。やばい、ガッツが増えてますか。本番中だぞ。リーダーが本番中だぞ。大丈夫、相当です。何味、何味、何これ、何これ、何味。どんなに、やばい、リーダーが
はい、カメラさん、こっち。黒木ひな子。黒木ひな子バージョン。飲まなきゃダメですか、これ。いや、飲みたくなかったら飲まなくていいけど。ファンのためにどう。多分ね、ドッグフード美味しく感じるから。え、ガチ、今の反応ガチだった。ねえ、ガチだった。え、ガチだった。ねえ、なんか後から来るのかな。なんか最初さ、黙ってるよね、うんうん、一瞬わかんない、一瞬わかんない。後からもうなんか、もうなんか森林のような、なんか今ガチの顔してましたよ。え、こんなになのこれ、本当に気になる。ちょ、ごめん、これ。これは辛いの、苦いの、甘いの、酸っぱいの、これなんだこれ。これね、カメラさんね、あの視聴者の人はね、これやらせだろって思ってるけど、これ本当はやばい。これ毒水でしょ、絶対。何これ、何やの毒水。え、どんな味ですか。これだ、飲めよみんな。これだから、はい、相手のね、はい、ほら、自分は大丈夫だけど人はダメというのね、はい、分かんないと。そうですね、これ平気な人いるか分かんないけど、ちょっと分かるようになると思います。人の迷惑にならない食べ方をしたらいいってこと。あと周りに空気かけてくれる。解決できたということで。はい、解決しました。でもまた来てもらいたいから、治療でまた来てください。分かりました、また悩みを見つけて、はい、悩みができた時はよろしくお願いします。はい、じゃあお大事に。ありがとうございました、はい。東京に転校してから初めて、うん、受験塾っていうものに通うようになって、勉強の速度がやっぱり三重と東京で違って、追いつけないからってなって、学習塾みたいなところに通うようになって、その塾のせいで結構受験とかやるようになって、私も塾行ってたんだよ。行ってたの。お金なんなら小4から行ってた。で、いつも塾行って、10時ぐらいまで勉強したの、思って、授業が終わってからも質問したい先生。すごいなんか謎に熱心で、でなんかユキの塾、まあ、某なんちゃらアカデミーってとこなんだけど、うん、勉強合宿があって、夏になると合宿に行くの、塾でね。で、3日ぐらいずっと勉強しっぱなし で、で、ハチマキを巻くのが強制なの。決勝みたいな。そう、合格ってハチマキを巻くのが、なんか伝統で、ハチマキ巻いて授業を受けて、お風呂入ってる時以外はトイレに行ってる時でも単語カード持つの。勉強して、毎朝合格体操っていうラジオ体操みたいなのをして、何それ、で最終日のなんか最終模試みたいなのがあって、その合宿の集大成を測る模試みたいなのをやるわけよ、その合宿参加者の中で。で最後なんかその順位発表みたいなのって順位が出たり、結構シビアなやつがあって、勉強ばっかりやった。だからなんかその体育会系みたいなのめっちゃ憧れる。みゆちゃんは部活とかやってなかったの？私も文化部で吹奏楽部に3年間ずっといたんですよ。何吹いてたの？トロンボーンって言って、スライドの。そうです、そうです。でコンクールとか夏とかに出て、あの最高で銀賞まで行って、銀賞まで取れなくて、よく結構青春してました、自分の中で。部活で、はい、部活では忘れられなかった。部活ではあのパートがあるんで、私の場合は唯一の居場所みたいな。唯一の居場所。中学校のなんか吹奏楽部ってすごいなんかみんな忙しくて充実してるイメージだ。忙しかったみたいに、夜遅くて朝早くて。中学校の時に流行ってたもの、なんだろう、カラオケ。カラオケとか、カラオケは打ち上げとか、カラオケにみんなで暮らして。確かに確かに、何かとね、小学校の時はカラオケとか友達だけで行くのはダメみたいな感じだけど、中学になると割と自由になってカラオケが流行ってるみたいなのが。学校帰りに行くのは禁止されてたけど、学校帰りに行ってたよと。あ、悪い子だ、悪い子だ、悪い子だ。でもね、もっと絶対悪いと思う、純ちゃん。いや、でも、でも中学校純ちゃんはね、なんで違うよ、純ちゃんは悪いけど。学校の近くにコンビニがあったんですけど、授業中になんか抜けてコンビニ遊びに行ってたこと。ええー、中学校の時、はい、中学校の時そんなことできなかった、ね。学校の門の前にもう自転車で通学して、ジャリ通なんか禁止じゃなかった？禁止ダメだけど、なんか仲良かったメンバーのグループだけなんか学校の前に止めてた。
い、そういう人。すごい罠だよ。嫌がるね。私の嫌いな無関係、うん、当時のね、高校生たちでマンバメイクっていうのが流行ってて、私すっごい一番ファンデーションの暗い色を塗って焼けてないのに、目の周りもうこんぐらいまで真っ黒にして、ポスカの白でこれ描いて、ポスカなんかマンバピースっていうこういうピースがあって、よくこうやってはやってたんですよ、あの当時、うんとね、ちょっと一時期ちょっとだけちょっとだけ本当にで着ぐるみで街歩くの流行ってたから、ピクチの着ぐるみで大通りとかあったり、土地でいうとこの渋谷みたいな、なんで流行るんですか、そんなの分かんない、なんか憧れちゃったんだろうね、バカだから私は。でも振り返したみたいな関係ないですよね。なんかもっとしたらもう別人全然、うんうん、まあそんなこんなあったんだけど、はい、今はこうして青春派アイドル森かのんちゃんになったし、仮面女子もこれからね、まあ、学生時代の話だし、はい、今はみんなねもう明るく活発で元気にアイドルをやってるわけなので、はい、楽しい学生時代のお話でした。女の子であるイエーイ。はい、今日は南青山にあるクリントンストリートベーキングさんにてやってきました。見てください、すごい素敵な外観ですよ。すごい、なんと ねパンケーキが食べれるみたいなので、なんと早速行ってみたいと思います。はい、お腹すいた、お腹すきました。ね、さっきまでももさんにそういたけど、そうなんですよね、これ自分でね、コーディネートアイって言ってね、食事着させてもらって、結構おしゃれして、トラちゃんとこうやっておしゃれなとこ来れてね、どうですか、ね、初めてすごく嬉しいです。楽しいね、本当に負けちゃったけど、すごい可愛いの着れて、すごい嬉しい、ね、私も本当に似合ってると思います、これいっぱい褒めたいんですけど、お腹空いてるんです、ね、お腹空いてるんで今日食べてないんだ、サラ。そう、サラちゃん何も食べてないらしくて、うん、私も牛丼しか食べてないんで、お腹空きました。牛丼、朝から牛丼はちょっと朝からね、もう牛丼しか食べてないですよ。確かに。いらっしゃいませ。まあ、こんにちは。ここのお店はどういったお店になっているんですか？ニューヨークが本店になりまして、ニューヨークのベストマガジンで1位に2度輝いてパンケーキが有名なお店です、ね。ちなみにここのお店のおすすめのものとか、そうですね、一応ブランチのお店なんですけど、はい、パンケーキのブルーベリーが一番人気になります。こちらがおすすめ。食べたいですね。じゃあそれを早速お願いします。はい、お願いします。お待たせしました、パンケーキです。メープルバターですね。結構甘いのでお好みでかけて召し上がりください。はい、ブルーベリーたくさん乗ってて美味しそうですね。おさりですね。あ、早く食べたいです。メープルバターすごい、いつもはですね、バターとメープル別になってるので、うん、一緒なんですね。一緒だね。初めて食べます、うん、結構意外と量も多いかもですね。大食いだから、大食いだから知らないかもしれない。そうですね、美味しそう。さあちゃんから切る任務を任せられたので、はい、切りたいと思います。ちゃんと公平に切りますね、うん、ふわふわですよ。ふわふわ、すごい、すごい、簡単に切れちゃう。スッとなります。美味しそう。じゃじゃーん、あ、中にもブルーベリーが入ってますよ。美味しそう。そう、はい、じゃあこれ取り分けていきますか。もう一回ぐらい切ろうかな、はい、ちょっと、美味しそう。美味しそう。それおしゃれにかけたい。いただきます。メープルバター、うん、おいしい、めっちゃおいしいです。なんか
ブルーベリー甘酸っぱくて、でもメープルバターがうまいんで、もうほんとちょうどいい感じで、おいしいです。めっちゃおいしいです。うん、めっちゃふわふわしてます。なんか自分で作るパンケーキとはもう全然違います。本当ですね。ショックも甘くて美味しいです。メープルバター美味しいです。うん、うまい。美味しい。先生、すごいバターの味が。オランデーズソースって言います。普通はこちらイングリッシュマフィン下使ってるんですけど、このビスケットを使ってるので、食感も良くて、卵とちょっと絡み合っていい感じに美味しいと思います。はい、美味しそう。ビスケットすごい、これ人気なんですよね。そうですね、パンケーキの次に人気で、大体皆さんこのパンケーキ、先ほどのパンケーキとこちらでシェアされます。はい、私たち全員あなたのツイッターに遊びに行っちゃいます。それではまた来週。